はい、話聞きましょう、こいつから。ほんま東おるからね。東めっちゃファンなんですよ、自分。まあいいわ、さっさと終わらせて。聞きたいことは何？いろいろあんねん。まあね、これしかないからな、いじめ動画しか。まず例のいじめ動画だけど、どうや、あれはどういうものなんです？うん、俺はあのデータを桑名と名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。隠し撮りやろ。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう、やっぱりな。じゃあ桑名はあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた。うん、そう。でもさ、それならなんで世間的に河合真也だけがいじめ加害者になってんの？まあな、あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。それをネタに脅されてたのか。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。大人になってからやな。動画が公開されなかった理由は、北方先生があれを公開しなかったのは、うん、私たちのことを一生指導し続けるため。指導意脅しじゃん、脅し。何かやれとか。もし事件当時あの動画が世に出ていれば、うん、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。めっちゃ大変やよ。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、うん、損害賠償を何千万とさせられてるし何千万。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。今されたらもっと大変やね。今はその時と状況が違うってこと？子供もおるしな。私には小さな子供がいる。優しい夫も居心地のいいマンション。あのマンションめちゃめちゃしちゃったけどな。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。あな。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は、絶対いじめの標的にされ されるわ。人生が台無しになる。かわいそうやけどな、いじめはあかんけどな。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。立ち悪いよねこれ。ミツルはその日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。かわいそうにな。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。うん、その弱みを握っていた桑名。あ、そうやね。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね。自分で言うな。大抵卒業後はいい大学に進学して、うん、いい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし。どこにでもおるわそんな。新しい家庭を持ったやつも。うん、そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。なくなるな全てが。そうよ、わかる。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたのダメージが一番大きくなるタイミングを。顔変わってんぞ顔そしてある日連絡を取ってきたわけ。うん、動画に映っていたいじめっ子たちに。あ、怖。桑名から連絡があったのはいつ？5年前。5年前。まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に声をかけてきた。あ、怖。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。びっくりするやろなそんな。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。いい、本当異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分確かに異常者に見えたけど、ね、確かに異常者です。本当にそう。こいつも異常者です。似たようなことをあなたは絶対にやってない。やってへんわ。自分より弱い子に意地悪したことはないです。みんなと示し合わせて人を無視したことは。それはあるかもからん誰だってやってる。それはあるかもからん。私たちは小さい頃ね、その相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。うん、よりによってなんで
私がこんな目に。開き直んなよ。あんたがそういう人だからだと思うよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ、そういう人だからだ。マミヤ、5年前って言ったな。桑名があんたに動画を見せてきた。悔しいな。それで思い出した。白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ、うん、さっき名前の出てきた河合信也、あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だった。拉致ったもお前らやな。ほんだら桑名がお前に弱みを逃がした5年前、その時期に河合信也が拉致されたってことは、まあ、やったんはこいつらでしょ多分。やっぱりあんたらだったんだな。カムロ町から河合を拉致したのは、そして殺した。どうなん。違う、私たちじゃない。そんなことできるわけない。誰がやったの。ほんだろ、私たちじゃないってことは違う誰かが殺したってこと。つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。どうなんだよ。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。桑名はその理由を何て言ってた。あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。心からの謝罪。断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。脅されとってんなお前やっぱり。あいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃすまない。ええ、だからだいぶ揉めて。揉めたんや。結局は車に押し込むみたいになっちゃった。カムロ町で目撃されたのはその時のやりとりだ。あのバンに押し込んだんか。ほんだらで、それ以来河合は消息不明になってるわけだが、うん、先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。ああそうなんや。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていい。桑名がやったんか河合を。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて。文面は何もなくて。ないの。ただ動画がついてた。あの河合が死んでる。スマホで撮った。河合が死んでる動画。そこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち。はめられてる。先生はめっちゃはめられてる。あの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。マミヤもおるし。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。うわ趣味ある。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど言うから。その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が一枚だけでも、それを見て凍りついた。いい。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合の死体ちゃうか。河合が死んでる写真だろうな。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後それを殺したって。あ怖っ。桑名にしてみればそれで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も断ることはできなかった。できんわねこれやったら。何を要求された。あの人はあの人はね、何ね、私たちに何人殺しの手伝いをさせるの。いい。どういう意味。人殺し。みこしばか。桑名に人殺しの手伝いをさせて、そろそろ確信に入っていきたいみたいだな。どういうことなんだあんたらは。
誰を殺したって。三越はもそうやろ。いじめ自殺を引き起こした加害者たち。それを先生は殺して回る。なんでそんなすんの。全国各地で手当たり次第殺したらあかんやろ。何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。殺人鬼やねんか。7人。嘘でしょ。そんな。なあ、いじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。殺人鬼やで。先生はそれが私たちにできる唯一の食材だって。いやまあ難しいな。自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。まあ確かにそうやねんけどね。いつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぜ。まあ、ちょっとそれわかんやろ。じゃあ三越葉ヒロを殺したのもその一つか。だろうね。痴漢ね。これ三越葉は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だろうね。だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。周りにおるやつらもみんなあれか。私だけじゃない。やっぱりそうやろ。三越場を車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、やっぱりそれをスマホで撮影する役も、はいはいはい、みんな先生の指示で動いてた。あ、みんなグルや。そういうことだったのか。みんなグルやね。先生とは暗黙の了解があって私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。あ、怖っ。標的をおびき出すとか死体を埋める穴を掘るでも穴掘るって。先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。やな。あ、怖。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。ほんまか。自分で殺した死体を冷凍保存ってな。冷凍保存そこまでやる。そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ。ね、全ての始まる13年前ね。ことやね。あ、怖。めちゃめちゃやるよんな、ほんま。桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。まあそうやろな。そしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。怖いやつやで。それが今日なの。まあ、破滅するかどうかわからんけど。ただその前にもう一つ聞かせてくれる。何。カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。そうやね。その理由は何やろ。今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。こいつら知ってんのかな。なんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった。それは私もよくはわからないけど、ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。清涼高校で起きた自殺のことを聞くために。あ、清涼高校の自殺って江原のあれやね。江原敏郎くんのやつだね。だね。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出した。そんな話をどうやって。陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では、だから気を許して全部話したんだと思う。そして
それを聞いて先生は、やっぱり御子柴も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ沢先生がその話をしてなければ、江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件もかもしれない。いや、そうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。それやね、少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。マミヤ、電話やん。誰や。誰から。羊だ。今の時代羊って。もしもし。よう、俺が誰かわかるか。わかるわ、桑名やろ。桑名。ああ、俺のことを探してるみたいだな。こいつ、ほんま。あんた、今どこだ。お前が一人で来るならすぐに会える。おお。ただその代わり、マミやユイのことは解放してやってくれ。いえ。何？わかった。あんたと会えたら、その時解放する。もちろん、それでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今、八神探偵事務所にいる。おるんや。何？お前の椅子、なかなかの座り心地だな。こいつ、戸締まりはしといたはずなんだけどね。どっから入ったんや。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それと、あんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないから。すぐ行かなくねえよ。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら、マミヤさんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。しばきます。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここにマミヤさんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。ええね。あいよ。おい、ちょっと行ってきます。はい、もう着きますね。おるんかな、ほんまに、桑名。おるか。座ってるし。約束通りここにいる。何してんの、お前。そっちは間宮優衣を解放してくれるか。それは分からん。何も言えへんな、君だく。どうした。お互い歩み寄る気がないなら、ここで延々にらめっこが続くぞ。まあそれも一興だけどな。どうするやろ。お、連絡し、解放する。どうねんやろ。解放するんかな。もしもし、八神さん。桑名に会えた。間宮さんはもう自由にしていい。おお、分かった、了解。やるんや。世話をかけた、八神。まあ座ってくれ。どこや思っとんの。あんたとはじっくり話したことがなかったな。人の事務所やぞ。カイトの具合はどうだ。あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。確かに不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日、あの人のマンションにいたのは何でだ。 RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。そう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 。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか。ほんまなんやろね、これ。どうなんだ、桑名。怒ってるぞ。俺のせいなら安心か。なんだと。どういう意味や。自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか。どうも。もしそうなら、それは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。あの子が殺されたってニュースで知ったときは正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。なあ、沢先生な。ただの場合、それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だったときにか。ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。
それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらった。調べたんや。昔お前は弁護士してた時、無罪を勝ち取ったんだってな。じゃじゃですこれね。でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。それを言うな。エミちゃんやね、確か。言うな、お前。俺もお前と同じだ。まあ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った。そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。お互いよく似たことあってんな。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめにあっていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。言ってたよね。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた、うん、少しいじりが過ぎただけ、男の子同士じゃれ合ってるだけ。それがちゃうかってんな。まあ確かに河合と満とじゃ体格差はある、うん、だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああせえな。ああ同じことだな。どうすんねん。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生本当に気づいてないの。気づいてないの。まるで俺を憐れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くが満をいじめてた。最悪やな。いつだったか駅のホームで満を見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって、うん、今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ、うん、生徒の心は掴んでいると思ってた。ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。そうその日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることにした。次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。盗撮したわけやな。ねえほんまに。やっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだな。ああ、お前も見たろ。見たよ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。俺エグかったな。ただし俺がカメラを回収して中を見たのはもうミツルが飛び降りた後だった。遅かったな。ほんの一足違いだったんだよ。あいつはその日のうちに屋上から身を投げたんだ、うん、翌日動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに、全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。実際それまで教室の外で目についてたのは河合が満を連れ歩く姿だった。うん、そして満が飛び降りた責任は河合とそれを笑って見過ごした無神経な担任教師、つまり俺が負わされた。そうなんや。俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打った。うん、そうだ。楠本満は今もまだ眠り続けている。なあ、死んだも同然の状態でだ。なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その結果沢先生を巻き込んだとしても。お前な、沢先生かわいそうやな。改めて聞かせてもらう。この間あんたが彼女のマンションに来たのは何でだ。そうや、なんでや。次はもうはぐらかさないでくれ。はっきり言えや。はぐらかしたつもりはない。ただ少し順を追って説明する必要はあるな。何やねん、掘り来てんだから。掘り来た4年前、教職に就いた沢君の学校で
今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺した。後ろやな。わかるよな。わかるよ。清涼高校の生徒だった。ああ優しそうな年やもんな。ああ。その責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた。俺は彼女からそのことを聞き出し、神輿はヒロを新たな粛清のターゲットに決めたんだ。もちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよ。けどその数ヶ月後、沢君は神輿が殺されたと知り、今度は向こうから俺に電話をかけてきた。バレたんかな。何の用で。彼女は神輿が殺されたことについてうっすら俺の関与を疑い始めていた。だから恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ。探りを入れるために。怖い先生やで、ほんま。彼女はやっぱり勘がいい。それであんたは沢先生に何て答えたんだ。知らぬ存ぜぬで通した。おところがだ、その電話で彼女から妙な話が出た。どんな話や。事件について調べ回ってる探偵がもう学校まで来てるって。キムタクのことやな。ん？お前や。お前。もちろんお前のことだ。八神、お前や。警察でさえやっと神輿場のことを知ったばかりだってのに、なぜかただの探偵が事件に潜り込んでた。じゃあ沢先生俺のことをコーナーに知らせていたのか。そやろね。警察ならともかく、あの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないように匂わせることにした。どうやって。お前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇ったハンピン・リューマンを送り込んだ。おお、これお前やったん。お前が案外やるもんで。お前が読んだんか。帰って彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。すぐにできむだくわ。そのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ神輿場の写真が渡されて。誰が渡したん。これ高田ちゃんか。その役割を果たしたマミヤか。マミヤユイだ。13年ぶりに会う同級生に沢君は気づかなかった。気づかんわ、まあ、こんなんやったら。サングラスの女、あれもマミヤユイだったのか。あの日起きたことは全部沢君へのメッセージだった。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分沢先生はあんたが神輿殺しに関わってると確信したはずだ。あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。売っとったらいいね。俺たちには教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。だから彼女には俺と関わりを持たないようにさせれば事足りたんだ。それで終わりのはずだった。ん？沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。だからおったんか。お前だから来たんか。涙声でな。涙声。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。なんでよ。なのにのこのこ出向いていったのか。あんたらしくもない。お前は俺のことを何も知らないだろ。知らんよお前。じゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった。もし彼女が俺を神輿殺しの犯人として疑い、それで思い悩んでいるなら、全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだ。いやできひんやろあの先生は。けど今にして思えばあの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。せやね。俺と電話してた時も殴ったらかんで。沢君の部屋には連中がいたんだろう。彼女が泣いていたのも阿久津こっからできたもんな。俺の質問に答えられなかったのもそのせいだ。 RK はなんであんたを追ってるの。そうなんで。わからない。何。それが分かってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か。
連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。まあ、ギス奴らやで。ってことは多分 RK には何かでかい黒幕後ろ盾がついてる。誰かも言ってたよなこれ。それについてはあキムタクか。俺たちも同意見だ。誰がついてんの。でかい組織なんかね。誰や。ああこっちはまだ八神さんと一緒だ。うん誰や。そっちは杉浦君たちにつけられてないか。間宮か。わかった。ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。いいよ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。よろしくじゃ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け八神。嫌です。沢君のことも含めてあとは俺の方で。いやお前には無理や。そっちも引っ込みがつくようできる限りの説明はしたはずだ。無理無理無理。ここであんたに消えられるともう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いて。電話番号教えろや。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。何おこいつ。そりゃ人を舐めすぎだ。逃げやがってお前チェイスやなこれ。行くぞこの野郎。よう このゲーム結構多分ええとこまで来てると思うんですけど最後のボスが誰かなんですよね。前がモグラの谷原やったじゃないですか。誰なのかな。こいつか相馬なのかな。よう俺ね思っとったんですけど最後のボスとかねサプライズでね、まあ絶対無理なんですけどね、中井とか香取呼んでほしいなと思ってね。ジャイアンツでねえこいつらスマップ分かれたじゃないですか。絶対面白いと思うんですけどね。ボスが中井とかクスナギでも別にいいけどさ、面白いな思ってるんですけど。行くぞー。だいぶ慣れたねこれも。待て。せい。どこ行った。粘るよお前。キムタクはバテへんからね。よっ誰がね最後のボスか気になりますよね。もう多分半分は来てると思うんですよね。結構長いんでねボリューム見ちゃう。嫌です。ついていきます。待て。行こう。してる方が時間かかるやろ。タフやね。長いぞちょっと。あいい。あいい。まだかな。ついていく言うてんじゃん。こいつほんましぶといわ。おっしゃ。はい。捕獲やろな。もううわいや。ほら俺来た。呼んでこい。これ来たお前。イケメンパラダイスの時ねめっちゃ可愛かったじゃん。あこいつ逃げやがった。しばきます。この野郎どこ行ったんや。あれどこ行った。なあどこ。クワナ出てこいや。あ、おるおるおる。またお前らか。下手れ。こいつは弱いんですよね。ボコボコにしちゃった。またお前らか。もうマスクはいらないんじゃないの。黒川学園の卒業生さんたち。分かってんねんぞこれお前。小指おんぞ。聞いての通りだ諸君。そこの探偵さんはもう全部ご存知なんだよ。お前は先生やろ。みんなどうする。そいつがペラペラ喋り回ったら終わりだぞ。人生終わるな。自分たちが助かりたきゃ探偵さんの口を塞がないとな。うわこいつ
まずこいつはセンス悪い。このマスクあかん。殺すのは先生がやってくれるんですよね。赤池、あれもしかして赤池くんだよね。こいつ、ああ名前まで知られちゃってたんだな赤池どうなんですか先生。分かってる。最後はいつも通り先生に任せる。うわキモ。お前らの手は汚さなくていい。汚れとるわ。分かりました。じゃあやります。しばきます。ったくどういう教育だお前ね。こいつら弱いんすよね。けどほんま弱いんすよ。ほんま弱い。せいいくぞ。これで範囲攻撃いっぱい倒していきます。雑魚なんですよね。ただのそずり寄せ。武闘派でもなんでもない坊ちゃんがこんな弱いよ。修行しろお前ら。おいおいよいしょ。誰や。あ、おるおる。お前しばくぞ。けお前はいよ出てこい。役はな。あのハゲもう逃げたかな。ほんま食わな。くそ食わな。ほんまにもうやめとき。自分弱いから。ん？誰や？誰かおんのか？誰や？誰？これは間宮か？無理。なんだ？また会いに来てくれたの？間宮さん。こいつ偽装な。一旦桑名の代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな。せやね。観念しろお前。